で、この内閣の街道もさいいけどもねいいけども千葉が今大変なことになってまして大変なの影響で停電でしょまだ復旧してないでしょ何十万というね家庭の電気が止まってるわけですよ。でもうこの暑さでね電気と水がないということはですねこれはもう地獄ですよ。 正直それをねあの放送しないからそんなことが今起こってるのかということを知らない方もたくさんいらっしゃるわけですよ正直。で僕らツイッター見てたらやっぱり千葉の方からこんな今こ覧になってるからどうかねマスコミ放送してくださいっていうよう声をよく聞くんだけどマスコミ一切無視ですよ。NHK もトップは内閣改造そのあとで千葉また停電続いてますみたいなさそんなことでさ。でしかもあの この時にね、総理は何をしてんのかって。はい あのまあ、総理の1日とか出るやんか、はい、何もしてないんですよだ対策本部とか設けていろいろやるとかさあのこの前のなんか大雨かなんかの熊本でしたかね、はい、2016年でしたかねその時に例えば、えー、自衛隊なり、まあ、国が何かをしようとしたらね地方自治があるから、はい、そことの調整があるから、うん、あそことこうなんか、まあ、話をして何か握手書は何か知らないけどそれで初めて国が動くみたいなことになってるとどうしても遅れていくじゃないですか。だから あの2016年のあの災害をきっかけにですねもう地,方地方との OK がなかったもう国が独自で動けるという法律を作ったんですよ。うんはい、だったら動いたらいいじゃん。うんうん 何をしてんのと、この何か会場で選ばれてても自分は第一になるのかどうなのかということでさワクワクドキドキしてんとさ千葉を何とかせりあえずこの後でもねできるからちょっと一旦あの置いといて千葉にどうにかちょっと一回対策本部しようぐらい言うたらまあ値打ちが上がってるのに普通ね頭回す人やったらどんな悪い人でもそれほが絶対得やんかそうするやんか。で、でなんんそうせかったら もうそんんんななこととせででもええと思ってるからなんですよんそれはもう周りのマスコミも忖度して、はい、もうわしらの不,あの不利になることは言わへんし、うん、書かへんわとも高くくってるからこんなことできるんですよ普通は誰かが言うでこんな時にね総理こんなことしてたら寝落ち落としますよと正直あの千葉県民のことは何とも思ってなくても形だけやりましょうよぐらいのことは言いよるでうそういうことすらもうええねん。 うん、今のこの内閣の新内閣の顔ぶれ見てもね、ここまでやるかという顔ぶれですよ。うん、これ、もうであれですよ、神社の新内閣の顔ぶれ見てもね、ここまでやるかという顔ぶれですよ。うん、これ、もうであれですよ、神社本庁か、あの、日本会議というんでしょうか。うんはい、そのどちらかですよ、あるいは両方兼ねてる人が多いですよ、うん、圧倒的に。もうこれ、完璧に極内閣ですよ、うん、正直。安倍内閣、いやーだね、ね。安倍内閣、きれいな。 洋服着ているね。でもね、千葉の国民は困っているよ。電気来ないし、水も来ないよ。日本の政治は安倍内閣になってからおかしくなったね。千葉の人頑張ってね。